香川県に来ました。ほぼほぼ金属はない。これがあの衣類をプレスする。衣類をプレス。あ、全然動けへん。こうなったらやっぱギロチンラストの処理も楽ですね。こう。はい、皆さんこんにちは。テスクズニーさん、浮上です。今日はですね、香川県に来ました。香川県坂出市です。5時起きです。香川県坂出市にある、はい、三木工業さんの坂出工場にやってきました。初めての遠征です。わざわざ来たことには理由があるんですね。そうですね、三木工業さんではいろいろなリサイクルをちょっと違った形でやられてるんで、あのぜひあの取りたいということでお願いしてたところ、なんと OK が出まして、香川県に来させてもらうことになりました。はい、三木工業の三木社長です。どうも初めまして、よろしくお願いします。いつもお世話になってます。あの普段、まあ、商売はちょろっとあるんですけど、いろいろお世話になってまして、はい、すごくイケメン社長でタジタジでございます。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは、工場見学に際してですね、池田さんに ご案内していただきます。池田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お早速すごいですね。これは何の機械になるんですか。はい、これはあの主に銅線の加工処理、はい、ナゲット機。はい、あ、ナゲットですね。この前ありましたね、ナゲット機械。それと一緒ですよね。こちらでもう全てこの中に入れていく。そうですね。ここでは何をされてるんですか。ある程度ここで切られてるってことですかね。そうですね、ある程度のインサイズで、ここなんかカットされてます。コンベアを上に行ってます。お、これはもう自動で切断されていくような感じですかね。ここで荒破砕、1個目の破砕ですね。これがどうですか。で、その後ここ二次破砕です。これはマグネットの部分で、はい、鉄だけ。ここで金属、鉄、まあいろいろ混ざってまた後で選別されると思います。で、こちらの二次破砕、1次破砕通って2次破砕、プラスチックだけ風で比重の重たい銅とかを手前に落としてくる。これです。で、比重の軽いプラスチックのゴミの部分は奥の方に流れていって、そこです。そこからこっちに流れていく。もう言ったらほぼほぼ金属はない。これは車のバンパーです。あ、そうですね。はい、これはあの破砕機の方で、10ミリ以下の方まで破砕して、はい、で、あの最終的にはちょっとあの家の床のあの材料なんです。家の床の材料に。はい。ああ、そういうことなんです。じゃあこれはだから品質が安定してるからこれだけで。そうですね、まだシレンダーかける、はい、で10ミリ以下にする。そうですね、あのおなじみのギロチンです。ギロチンです。ギロチンです。上にあるんですけど、うちの場合はあの地下に埋まってたじゃないですか、はい、ギロチンが、はい、で入れるとこがまあ地面暗い位置になってたんですけど、ムミキさんの場合は上に上げられてる。ああ、そう、そこがあれがギロチンですね。あ、はい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 。これは富士車両の、はい、富士車両さんの1250トン。そうです、1250トン。1250トン。はい。で、向こうに流れていく感じですね。
なんかおなじみです。コベルコさんですね。白で統一されてるんが僕はあんまり見ないです。そうですね。これもカラーなんです。そうですね。あと、はい、あ、まあ、あとちょっと事故防止じゃないんですけど、ちょっと比較的はあの目立つような。目立つように。全て白統一で。そうですね。あ、統一感っていいですね。で、こちらでギロチン購入されたものが向こうに流れていくっていう。あ、ガス切りもされてます。今大きいものはガス切り。どこでもされてますね。まあ、流れはこの辺は一緒なんですね。そうですね。で、ギロチン流れたものがこちらですね。あそこから滑りをしてくる感じですね。おお、あ、なるほど。うちはピットが地下にあるんですけど、ピットが地上で滑り落ちてくるって感じ。こうなったらやっぱギロチンナストの処理も楽ですね。こうバケットでここで集められてるって。これギロチンナストですね。はい、そうです。こちらはピット地下にあるんで、やっぱ一回一回こう上げないと定期的に。あ、そうなんですね。こっちはまた重機が走ってきてここでこうまくったりするんですかね。そうですね。ここで、はい、こっちにしても、こういったサッカー車が1、2台あるんですけど、循環コンビ、循環コンビ、はい、でこの後行く、はい、循環コンビ専用のトラック。あ、そうなんですね。循環コンビにはまた後で行かせていただきますけど、コシとか、はい、コシとかダンボールとか、ダンボール、新聞紙も集められている、まあ、施設があるというところなんで、はい、後でなんか見に行かせてもらえるので、コンビ、はい、布とかもこう回収を同時にやってて、はい、はい、そういったものはもう、あいたプレス機で圧縮して、布はまた、これはどういうものに変わるんですか。布はやっぱり布ですね。布、言ったら、衣類か、それ以下のものに関しては、ウエス。ウエスに変わっていく。基本的にもう、マレーシアに輸出です。あ、基本的には輸出されるんですね。これが、衣類をプレスする。衣類をプレス。出来上がったものはこちらですね。そんな違うもんなんですか、プレスするのは。プレスをしなかったら20トン乗れないです。言ったら自動車と一緒の考えですよ。自動車1台ずつやったらそんな積めないですけど、はい、プレスすることによって20トン積むと。なるほど。だからこれもプレスすることによって20トン、まあ、バラやったらもう全然積めないと、ここでプレスちょっと見たいですね。ちょっと南條さん、服はどういうところから回収？循環コミ。あ、循環コミ。服だけ、服とか衣類だけ来るんですか。そういうボックスがあるんです。あ、そこで集められる、はい、そこなんか変に混ざったりとかはないんですか。いろんなもの入ってますそこはまだある程度選別されてから衣類だけプレスされる。これで1個何キロぐらいですか。何キロぐらいなの。あ、全然動けへん。え、そんなまたまたほんまちょっと、いや、ほんまに重たいです。何キロぐらいですか。1個280キロ。また投入してプレスしての繰り返しだと。はい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 。大体この5回ぐらいといっぱいになる。ああ、そういうことなんですね。でこちらの製品が出来上がると。これはで最終的に、まあ、マレーシアとかの方に輸出して、はい、でそこでなんかまだ選別されるみたいですね。で、まあ、服は服、それ以外のものとかで、服はなんか年代別にこうまた選別されて、うん、でアフリカの方にまた送られて、アフリカの子供たちの服に。え、それそのままの形で服として使われる可能性もあって、そうですね。そう、もうなんかちょっと破れてたりするやつは、これはウエスって言いまして、あ、まあちょっとしたも油物を拭いたりとか、それ
時に、そうですね、